こんにちは。今日の切り抜きニュースは、僕は彼とまず一昨日から和解してもいいっていうことを二人の中であそこで言いましたが、これは、全てを包み隠さず言うとですね、まあ弁護士さんが降りたがってるんですよ、黒川の。弁護士さんとしたら、こんなことを活動してる人とは知りませんでしたと。依頼を受けた方が、まあ、たまたまなんか小学校の同級生だったんで着手金をもらってやってるけども、で正直、まあ、降りたいというか、このままでは無理なので、じゃあ和解ということでね。別に僕も黒川がちゃんと反省してくれるなら、別に安いお金で和解をして、どっちかって言ったら過去よりも未来なんですよ。今後その少なくとも NHK という立場に対する批判はいいですと、まあ、当たり前のことですよ。いわゆる事実無根の、いわゆる名誉毀損ですよね。批判するのは全然やってください。僕が、ね、国政政党の代表時代にいろんな無駄金を使った、これ批判ですよ。無駄なお金を使った、それは彼にとっての主観ですから。でも違法なお金を借りたっていうのは違うじゃないですか。で裁判でそこをいくら言ってもわからない人はわからないんですよね。もちろん彼のバックはいます。黒川君のバックがいます。お名前も言います。山中豊です。こう前科持ちですよ。で僕がこの山中豊が前科持ちやって言ったら、山中豊に今訴えられてます。刑事告訴されてます。名誉毀損になっちゃって、その山中豊から、一昨日かな、僕が黒川に話をしに行ったら、すぐ電話かかってきました。田島さん、ちょっと和解しましょう。ちょっとあれ、もう本当もう黒川に謝させる、させるから言って聞かせるから、立花さんの銀座の店行っていいですか。でも相当焦ってるなと思って、僕はだからその弁護士さんがね、まあ、その山中豊の同級生の弁護士さんですよ。弁護士さん困ってたから僕は和解提案出しただけでね、そんなに和解したいなっていうことであれば、こっちもね、お前もうすぐ言いました、僕電話かかってきたから、お前人を刑事告訴しといて何もしないこと言うてんねやと、黒川をこのまま放置しちゃいかんなって僕はすごいそこで思ったんですよ。だから5000万って言ったんですよ。出せるわけがないでしょ、まあ、出しすぎたら受け取りますけどね、さすがに5000万あったらうちの党の活動がすごくプラスになるんで、お金があれば NHK の被害者が救済できるんで、5000万だったらだけども、とにかくね、あいつら虫のいいこと平気で言ってくるんですよね。普通ありえないでしょ。刑事告訴してきてるんですよ。立場の捕まえてくれって警察に告訴してるやつが、いや今回の黒川のあの件についてはおかしいから、あの本人に反省させるんで、なんとかこの件は警察や裁判やめてくれませんかと。なんでやねんじゃん、話じゃないですか。黒川はもうなんかあいつが一番やばいことしてるんですよ。何言ってるかって言ったら、和解は裁判の結果が出てからって言いましたよね、あいつ。アホかと。和解というのは判決が出る前にするのを和解というのであって、判決が出てから和解なんかするなんてありえない。もうそれこそ、そんなことすら知らないのか、それぐらい焦ってるっちゅうことですよ。黒川敦彦や翼の党の活動はかなりひどいと思います。とにかく黒川敦彦や大津彩香はいなくなってほしいです。それではご視聴ありがとうございました。多くの国民が NHK に受信料を支払わないことによって NHK を